次に、ひろしさん、50代サラリーマンの方ですね。初めてロイ式の話を伺いましたと。本当に丁寧に教えていただける方ではないかと思います。ロイさんのことですね。はい。退職後の業務として取り組みたいと考えていますということですね。2点気になったことがありますと。1点目は、数ヶ月で販売されるべきものを仕入れたとしても、結果として不良在庫となることも予想されますが、1から5期の方でどのくらいの不良在庫を抱えているんでしょうか。割合とか金額をご表示いただきたいということですね。で、2点目ですが、オンラインプランとマスタープランとの違いについて、展示会による OJP があるかないか、期間だと認識しておりますが、チャットなどは全員同じチャットを活用するんでしょうか、それとも1から5期などとは分かれてのチャットグループとなるでしょうか、ということですね。丁寧にやってるかどうかはね、僕は話してくれないんで、はい、これまでやってきていただいた方に聞いてほしいということですが、不良在庫うんぬんっていう話なんですけど、まずこのね、不良在庫っていう言葉の定義から始めなきゃいけないので、ね、3ヶ月過ぎて売れてないものを不良在庫って呼ぶ人もいるし、ね、1年後に売れれば十分というふうに考える方もいると思うんですよね。だからそういう意味では、動いてないものを仕入れた時点で間違いなので、その間違いが起こらないためにどうするっていうことを、ポイントとしてやってるんで、結果ね、全く、半年動いてない商品があるか、ないかって言えば、当然あるでしょうけど、そこは極力少なくなるようなスキルをお伝えしております。チャットは今分かれてますね。分かれてるのと、そうですね。で、あと全員がご参加できるところはある感じですね。そうですね。はい。ロイ式の規制から全員が参加できる、で、タイムライン的なものがあって、あとは、オンタイムで講義されてる方が参加できるチャットがありますよね。はい。はい。だから、例えば、いつ日本一商談会などの展示会がありますよ、何時集合ですよ、こういうのはアナウンスを受け取れるっていうところなんで、そこの部分はご安心いただきたいと思いますよね。あとは、例えば、ロイ式で忘年会やりましょうとか、新年会やりましょうとか、なんとか会やりましょうっていう時には、飲み会は参加できますので、はい、ぜひ参加してもらいたいなと思います。続いて、吉和さん、50代サラリーマンですね。現在会社員ですが、50代になり、これから会社の給与所得以外の何か収入の柱を得る必要があると考えていますが、オンライン物販という選択は非常に魅力的だと感じています。いろいろな手段がありそうですが、自分に合った方法を何か実行に移したいと考えていますですね。そして、ロイ式物販を行うにあたり、法人登録が必要とあり、現役サラリーマンの私でも問題なくできるのか、何か不合が発生したりしないのかが知りたいと思いました。また、費用等も高額のため、家族の理解が必要なことと、物販をはじめとした他の物販代表の戦略術を進めるにあたり、今後どのような費用が追加でかかってくるのかが見えずに気軽に始めていいものではない気がしております。不安に感じてますということですね。本当にオンライン物販は魅力的ですよね、確かにね。うん。はい。どこに行ってもできますし、僕なんかも実際は、やってもらってますけど、ある意味、セブとかハワイとか、マレーシアにいてもロイ式で、編集して、立ててるとイコールになってるからね、そこは収益もらってますんで。ね、もうこれは本当にね、外で労働しなくていいっていう選択肢を持つことは、いいんじゃないかなと思いますね、今後でね、人生考えると。その上で別に外で労働してもいいと思うんですけど。で、法人登記ですけど、例えば僕とか、あと皆さんとかも、現役サラリーマンの時にビジネスを始めてる方っていうのが多いんですよね。で、ホームページは来るんですけれども、バレるのってホームページじゃないですか、基本的に。でも Amazon とかでその自分の名前を書くような感じではないわけですからね。副業バレが怖いっていう場合は、ホームページは来るんですけど、基本的には、印字する、名刺に印字をする名前、そしてホームページの URL なんで、実際にそこのホームページって見に来るのは銀行の人とかなんですよね。うん。だからそこはあまり心配する必要はないかな。あとは、名前で検索してバレないようにするには自分の名前を画像にしちゃうとかあるんで。基本的にそこにアクセス呼び込んでってあれじゃないんで、全然皆さんやってますよって感じですね。販売するときには、ショップ名で販売してますんで。で、あとは、やっぱり家族の理解っていうのは必要じゃないかなと思いますね。受講するにしても何にしても。今後、いきなり物が届き出すみたいなね。方向を全部使ってってできるんですけど、やっぱ分かるデータ流れが変わってるんですね。いやいや、そうですよね。何やってんのねって、家帰ってきてからみたいなね。吉和さんは、ミスター M との無料相談も希望されてるんで、北の物販のような戦略術は今後どう進めていくかっていうのは、別途相談いただきたいんですけど、全員が全員でそこまで進めてるっていう人ではなくて、もう物販は物販でやっていきたいっていう人もそれぞれが自由で、そこで止まってる人もいますんでね。ここは選択の自由だなっていうふうに思いますね。誰がどのくらい稼ぎたいかっていうのは、それをそしてですね、すべてこの民主主義は、資本主義は自分で決めますので、自分の収入は。それ次第かなと思います。いくら稼ぎたいのかっていうところですね。いくらの負担を持ちたいのかっていう。だからサラリーマンの代わりに、毎月の安定的な利益、収入を稼ぎたいよっていう場合は、別にロイ式で止めてもいいと思うんですけどね。はい。法人を持たないっていう選択肢はちょっとないですよね、でもね。はい。いろんなことを考えたときにね。秀明さん、50代自営業者の方ですね。ロイ式は以前から知っていましたが、リアルタイムではなく完全オンラインで実行できるようになったので、より取り組みやすくなったと思います。プロバイヤーのスキルを学ぶには、とても良い環境ができたと感じました。法人化することを前提とされていたので、最近は会社を設立するのが容易になったとはいえ、サラリーマンの方なら二の足を踏むのではないかという懸念はありますかということですね。この方はサラリーマンではないですけど、サラリーマンの方を心配していただいたということですね。はい。ありがとうございます。二の足踏まれる方はね、踏まれるかなって思いますが、まあ、そこの一歩を踏み出せるかどうかがね、いろんな、分かれ道のところなので、はい。よくよくお考えいただければいいかなと思います。でも実際今のビジネスモデル、インターネット上で稼げるビジネスモデルって、もうほとんどがやっぱりもう会社法人を設立して、そこの器を活用しなくてはならないものがもう増えてるんで、ネット初期のようになんかもう匿名でなんかして稼ぐみたいな方法はもうないんで、もう日本特に居住者の方の場合は、もう会社法人作って、そこで事業を行うっていうことがね、もう普通になってきてるんで、そこはもうネットビジネスとはいえ、会社法人から逃れることはできないし、逆に会社法人を活用することによって、資金も資産も、ね、収入も増やすことができますんで、ここは逆にメリットとして考えればいいんじゃないかと思ってね、もう怪しいビジネスがどんどん淘汰されていってるんでね。あとやっぱりこの完全オンラインで、受講できるっていう環境が、まあ、本当にね、素晴らしいんじゃないかと思って、このために何年か越しで準備してきましたので、ね、オンラインの講義の内容っていうのを作ってね。まあ、ただしですね、オンラインとはいえ、やっぱりしっかりと一人一人にサポートしていきたいっていうのはね、変わりはありませんので、まあ、たくさんの方々が参加されてしまうと、なかなかフォローアップが追いつかなくなってしまったりっていうのがあるんで、1回の、この参加っていうところですね。ここは、まあ、10人に限定させていただきたいなというのは思います。まあ、ただ、6ヶ月ってことですんで、それが終わって、枠が空いたらまた新規に入れるっていうような形ですね。なんで、まあ、受講されたいっていう場合はですね、早めに、受講をしていただきたいなということですね。じゃそれでは、ロイさん、引き続きよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。